一、たまには家の手伝いしてんのか。いや、最近は全く。大切にしろよ。自分が生まれ育った場所なんだ。こんなとこで生まれ育ったっつうのも特殊すぎて。どんな形であれ家は家だ。亡くなっちまえば二度と帰れねえんだぞ。23年前の1月1日、俺はこのソープランドの浴室で生まれたらしい。ソープ場だったおふくろが出産直後に俺を置いて消えた。てな話はだいぶ後になって父ちゃんから聞いた。父ちゃんって言っても血のつながりはねえ。俺を引き取ってくれたソープの店長だ。実の父親については一切聞かされてねえが、どうせ雪吊りの客だろう。おお、誰か一番を見てくれ。ほらおいで一番。待って、私が抱っこする。俺はこの町の奴らに育てられた。世間じゃクズって呼ばれてるような連中が俺の親代わりでして。じゃあ俺もそのクズも一人ってわけか。親父さんは違います。おやっさんは俺にとっての憧れ、いや神様みたいなもんっす。今度は王様じゃなくて神様か。荒川のおやっさんと出会ったのは俺が中学を出た頃だった。育ての父ちゃんが死んで以来、俺は高校にも行かず、あてもなく生きてた。金のために誰かで構わず喧嘩ふっかける毎日。そんなどうしようもねえバカには天罰ってのがあっただろう。その日、俺が半殺しにした相手はヤクザだったんだ。俺はヤクザの事務所に監禁され、返しと呼ばれる強烈な復讐を食らった。このままじゃ殺される。俺は助かりたい一心でその名前を口にした。荒川組。ああ、荒川組、俺を殺したらあの荒川が黙ってねえぞ。